ニューヨークにあるフラッグシップストアサンフランシスコ店バーニーズ。ニューヨークは米国の高級百貨店チェーン。ニューヨークマンハッタンの本店をはじめ、ビバリーヒルズ、シカゴ、ボストンなど各地に大型店舗を持つ。また、比較的カジュアルな品揃えの小規模店舗も展開されている。競合する高級百貨店チェーンとして、サックスフィフスアベニュー、ニーマンマーカスなどがある。 創業者、バーニー・プレスマンが1923年、マンハッタン17丁目に最初の店舗を開業する際には、妻の結婚指輪を仕入れして、資金を苦面したとの逸話がある。同店は、男性用スーツの安売り店であった。バーニーの息子であるフレッドのもと、ヨーロッパの無名デザイナーを発掘し、富裕層を顧客とする商法が成功した。1980年代には、 日本の伊勢丹と提携し、他店舗展開を行った。1993年には、現在まで期間店となっているマンハッタン、マディソン街の店舗を開業している。1996年に、連邦倒産法第11章の適用を受けて、倒産。この時、アメリカ国内外の複数店舗を閉店、売却している。 2004年、米ジョーンズアパレルグループが約4億ドルで買収。その後、2007年8月8日、ドバイ政府所有の投資会社、イスティスマールに9億4230万ドルで売却することで合意した。この際には、日本のファーストリテイリングも買収に乗り出し、買収価格が競り上がった。2019年8月6日、連邦倒産法第11章を申請。 店舗の入居先の賃料が上昇したことが引き金となった。ニューヨーク中心部マディソンアベニューの店舗と他の主力4店舗は営業を続けるが、シカゴ、シアトル、ラスベガスなどの店舗は閉鎖する。すでに分離されている日本の店舗には影響はない。2020年2月23日までには残るすべての店舗が閉店し、97年の歴史に幕を下ろした。 今後は同社のブランドを買収したオーセンティックブランズグループが別の高級百貨店内でバーニーズブランドを展開することを検討している。神戸店日本では1989年に伊勢丹がマスターライセンスを取得して100%出資主会社として株式会社バーニーズジャパンを設立。1990年東京新宿に1号店を開店した。 以後、同社による経営で、横浜と銀座にも店舗を展開していたが、2006年に伊勢丹が小ア事業に集中するために、同社の株式を住友商事と東京海上キャピタル系ファンドに譲渡した。そうした経緯もあり、米国バーニーズと日本におけるバーニーズニューヨーク各店との間に直接的な資本関係はない。また2010年3月に再オープンした、 オリエンタルホテルに国内4店舗目となる神戸店を2011年9月には福岡、天神に出店した。2013年12月には東京海上キャピタル系ファンドが所有するバーニーズジャパン株式をセブンアイホールディングスが取得すると発表した。2015年には住友商事の所有していた株式も取得して完全公会社化している。 2021年1月、新宿店を同年2月に閉店する方針が決まったことが報道された。米国バーニーズでは、ウェブ上の通販サイトを展開しているが、2009年11月19日より、日本でも公式オンラインストアがオープンした。ありがとうございます。